連合軍は現状を打破するため策を立てた。連合軍本体は腕輪が見つかったふりをして神の軍勢を誘導。その間別動隊が本当の腕輪の在りかに急行する。さらに第三の部隊が手薄となった神の本拠に潜入。蜀の龍禅を救い出し腕輪の力を持つ趙雲を仲間とする。この策により連合軍は神と対等の力を持とうとした。直江兼続、奥に芝生らは腕輪の捜索に向かう。彼らは本体と分かれ密かに進軍。腕輪が祀られているとされる場所に到着した。戦場に敵の気配あり。妙じゃな。偵察からの報告では神々の軍は雪村たちの方へ行ったはず。しかしまずいの、先行させた芝生たちは気づかず囲まれちゃってるかもしれんね。はい、私たちも急いで進まなければ。師匠殿、無事でいて。これは式。探し物はここにある。これが一体何を招くものか、本当に理解しているのかな。無駄話はいい。俺たちの役目は奴らの排除、それだけだ。カジュ、お前な。始めるぞ。無駄な期待を抱かぬよう初めに言っておく。こちらにとってケイラは排除すべき火種でしょう。そう、腕輪が欲しければ命がけで向かってくることだ。芝生たちに囲まれちゃってるよ。急いで助けるとしようかね。敵は周到に準備を進めていたみたい。師匠殿の元へは簡単に行かせてくれますわ。何時が逃走、天も読みせぬ。式を操る見事の術、まさかあなたの。かの有名な陰陽師、あの成功。おや、この私を知っているとは。いかに私が聖なる。おお、直にお目にかかれるとは、なんたる虚構。にもかかわらず敵として戦わねばならぬとは。これで先に進めるみたい。時は稼いだ。聖なる、もう行かろう。ああ、助かったな。我が術による結界は完成した。何？道が塞がれちまってる。さて、あなたたちの力試させてもらう。なんと鮮やかな術。さすがは生命功よと感心している場合ではないぞ。北と南、どちらの道から合流すべきかしら。北には大軍、一方は南の守りが薄そうだけど。おそらく伏兵がいるね。それじゃあ敵が攻めてほしくない北の道へ行こうか。いざ宿敵の策に乗り逃走。号令の前に読まれちゃったよ。ならわしらは剣心の後を追い逃走じゃね。敵を蹂躙せん。
すが剣士、新色の攻めじゃねえ。ええ、これぞ早きこと風のごとく。伏兵を見抜いた。もはや伏せる意味もない。信玄を追撃しろ。それは俺が加勢せねば。伏兵を追撃隊に変えるとは臨機応変の策、実に見事じゃが、わしは止められんよ。元気殿、ちょっと手を貸してくれるかね。なるほど、では失礼します。さて、後ろの敵はさておき、わしらは前の敵に集中するかね。信玄、覚悟を。残念ね、覚悟するのはあなたたちの方。何、敵の伏兵ども。元気だの、かっこよすぎだの。見事に伏兵を成功させたね。静かに動く兵士のごとく、うまくいったようです。動揺する敵を撃ちましょう。敵に撃ち取ったり。なかなか粋なターンだ。そんじゃ進んじゃおうかね。抜かずに済むと思ったんだがね。来ちまったものは仕方ない。責任は果たす。基本だけどすごいこと。まあ、敵さんにも男前が両さん。今度は向こうに出てみましょうかいな。俺が行くしかねえな。勝負だ。宿敵との闘争はやめつ、最高の美酒だ。嬉しいこと言ってくれるね。わしもおこととの戦楽しんだるよ。力負けするなって。十分戦った。逃げよう。つったやるみてえだな。信玄殿、遅いですよ。危うくやられるところでした。その割にはまだまだ元気そうじゃねえ。相変わらずね、師匠殿。こんなに急ぐ必要もなかったかしら。結構ご無事で何よりです。兼次、これよりは共に闘争を楽しまう。もう十分だ、開門する。いかにも面倒くせえことが待ってそうだな。腕輪のためだ、行くしかないよな。天に立てつき世を乱す火種、消そう。阿久仁さんについてきて大正解。あの男からお宝の匂いがプンプンする。腕輪はこの先、俺を倒さなければ手に入らない。カージュ、お前って敵に回すと本当に厄介だよな。その調子、その調子。カージュ、ちょっとは手加減してほしいんだぜ。そうだ、あいつこの状況楽しんでないかな。そうね、私も師匠殿の敵だったら思う存分お仕置きができたのに。
おいおい、元気が味方で本当に良かったぜ。加工料だ。出会ったことを後悔すぎて。やるな、師匠。普段からそれぐらい頑張ればいいものを。待っていたよ。腕輪はここにある。私から奪っておきたい。どこだ。生命庫そう兼ね継ぐ。全力を持って挑ませていただきます。そんな熱い眼差しで迫られては断るのに、慎んでお相手させてください。憧れの陰陽師に相対するこの高揚感、どこかで感じたことがあるような、ないような私の負けだ。腕輪は勝者に渡すとしよう。最後に一つ、信じるべきものを見誤らぬことだ。生命光、それは一体。消えちまった。まあ、腕輪は手に入ったし、よしとするか。お宝、あ、獲得獲得。敵さんもいい男はんばっかりで、うちキュンってなってしまいました。え、妙な戦いだったよな。果樹のやつ、なんか考えがあってやってるようだったが。少なくとも四条殿へのお仕置きが目的というわけではなさそうね。でもゼウス側についているにしては下せない。負けたからってあっさり腕輪を渡してくれちゃったもんね。まさかこの世界でかの有名な陰陽師生命光にお会いすると。もっとお話できればよかったが。すぐに再会せぬ。さて、腕輪も手に入れたことだし、雪村たちのところへ行こうか。うまく食い止めていればいいんじゃが。